自分の名前の一部を子供につけるの憧れる昔の将軍みたいに <laughs>。昔の将軍じゃなくてもつけない。うちお父さんから一文字、おじいちゃんから一文字もらってるよ。昔の将軍みたいに。で、俺やっぱ純の文字は継承していきたいんだよね。でも純子だとちょっとさ、あまりにもさ、子供できたら名前だけ公表しよう。 あスミレとかな順これいいな順子いてスミレクソいいなでもなんか死ぬほどやりまんに育ちそうだからやめようスミレあ,あ,あいつやれるよ高校生ぐらいだってさそういういなんかゴミ男にさそんなこと言われたら俺殺したくなるからあいつあれすぐやれるよって言われたら本当と殴りに行くから俺の妹はスミコえーいい名前だね漢字だけならほぼお前本当だお前の妹俺に紹介しろよ 配信ターミネーターに育育ってやるよ。何歳配信なんか早く始めた、始めれば始めるだけいいぞ。もう遅いよ。俺2歳から配信始めさせるから。<laughs> スミスもいい。<laughs> 加藤スミス。すがよくない。何人子供欲しいうん、15人。だ1年に1回産んでいったとして、えー、53までの間に15人は欲しい。 まあでも9対9、あの野球をやらせることを考えたら、紅白戦できるくらい欲しいから、から双子を、男性の双子を9年連続で産むわ。で、そのまま18人全員プロ野球選手にする。伝説じゃない全員プロ野球選手にする。で、名前付けるとめんどくせえから、長男が順次、次男が順蔵って、あの、関数字が一個ずつ増えていく。 順十六とかで呪祖六。呪祖一、呪ソ二、呪祖像。で、五人目あたりからもう名前も覚えられなくなるだろうから全員同じ名前でいいわ。加藤良蔵全員良造。野球界に殴り込みを入れ,入れに行く。<laughs> そうだ、ね、確かにピッチャー、ピッチャーローテーション。<laughs> 巨人のローテーション全員うちの息子だったらどうしよう。クソ面白そう。 巨人のローテーション全うちの息子とはどうする俺子供甘やかしそうだななんかでもせっかくだからさ、若いうちに海外とかに留学させてさ、もう大人になってから英語を覚えるのとかだりぃじゃん。高校、中学校、高校ぐらいでさ、海外になんかの学校行かしてやりてんだよな。<laughs> 楽じゃん、その方が。そういうの絶対うまくないいや、周りの奴らみんなうまくいってんだよな。英語ペラペラでさ。 勉強せずに英語喋れるようになるアドレ、なんつうの、アドバンテージってやばくない周りみんなそうしてんだけど。周りのお兄さん連中。3年で2000万円くらいから嫌だ。そんなんさ、他で使うって考えたらさ、子供に出資、投資してあげた方が絶対いいでしょ。海外留学しても英語を話せるようになるけど、話し言葉だけ覚えちゃうから文法とかめちゃくちゃ。 だ俺がさ、日本語の文法なんて大してわからないのと一緒でさ、いいんだよ、それで。別にそういう仕事に、つかせたいとか全然ないもん。英語喋れたら便利じゃないっていう。裾野がすごい広がらない。こういう関係も。しかもその子供たちが、みんな感謝してるの親に。いや、マジで、その若いうちに、英語を覚えさせてくれて、日本って英語喋れる人3%ぐらいしかいないらしいのね。 普通に会話できるの。もったいなくないなんかビジネスとかでもさ、<laughs> 使えそうじゃん。俺思ったもん。時代がまあ、ね、俺なんかもう年だから、昔の教育って考えたらあれだけどさ、英語喋れてたら、配信とかしてて思うもん。うわあ、俺英語喋れたらまたちょっと変わっただろうなとかさ。<laughs> 羨ましい。俺が羨ましいから。留学行かせてもらった本当にに、ね、多分あれだねう。うちの姉ちゃんも英語喋れんのね。 なんか、やっぱ海外とか行った時に、楽そう。わかんねえじゃん。ペラペラペラって喋られても。うちのお姉ちゃんは英語喋れんだよ。留学してたから。中学校3年生から交換留学とか言ってたんだぜ。そう、コミュニケーションが取れれば全然良くない英語力についてのアンケート調査のその結果、聞くことも話すことも問題なくできるとかって言った2.5%。アドバンテージだよな。 <laughs> 自分今海外に行くけど、親を恨んでます。なんでな <laughs> んでなんでなんでな <laughs> んで親を恨んでるのそういう例もちょっと欲しい。俺は強制的に留学させられて打つパニック障害で社交不安症を発狂したぞ。<laughs> あ、そうなんだ。今、今、ナウでいるのナウでいるのナウでいるのどこいるの今。<laughs> まあ確かに強制は良くねえな。無理やり本人が行きたくねえっていうのに、行かせないくないでね。 俺も今海外にいるけど日本と変わらんずお前はだからすごいんだよ。そういう精神が太いやつ。私、父の影響で生まれも育ちもイギリスのバーミンガムっていう田舎町だったんですけど、初めて日本に帰ってきた時に今ほど日本語は全然できなくて、成田から電車に乗って新宿に行,くに行くのに近くの人に英語で聞いたけど、全く通じなくてなんでこんなにできないのと思ったけど、大学の英語の授業聞いたけど納得しました。やっぱレベルが低いんだ。でもお前、今日の日本語の中で一番日本語達者だね。 <laughs> 今日のコメントの中でこんなに美しい、美しく、ね、美しい文法でコメントしてるやついないから、お前すごいな。やっぱ若いうちに生かした方がいいっていう気持ちが固まってきたわ。とてつもなく綺麗な日本語使ってるね。あんた。で、親も一緒に行けたらいい。で、俺別にさ、日本にいる意味マジでねえじゃん。俺も一緒に行こうかな。え、でもめちゃくちゃ馬鹿にするよ。え、まだ日本にいるんですかって。 日本は料理も美味しくないし、税金も高いし、ギスギスしてるし、お前ずっとその話しかしないよ、雑談で。に、日本 <laughs> って言うよ、俺。シンガポールとかに住んで。それたらんなこと、ピュータン純一って呼んでいいよ。それかポカホン、ポカホンタス純一シンガポール結構半日なんだ、えぇ。え、河川さんも留学してたんだ。へえ。 なんでみんな日本嫌いなのは時刻を下げてるのこれ日本嫌いな人あんまいねえよ。多分。みんな好きでしょ。日本人は。娘の彼氏、外国人全然許せる。全然許せる。嫌なもん。優しい奴がいい。てか鼻が高い。楽でいいじゃん。なんか、英語もさ。やっぱ家庭内で喋ってたらさ、親が。なんで娘いないのにもう孫のこと考えなきゃいけないの俺もう孫のこと考えてる。 どうするよ孫が変な彼氏連れてきたら、ぶっ飛ばすよな。もろみてに最後の力取っとかなきゃいけねえや。孫の彼氏があんか、おあいつやれるよとか言って <laughs> 俺の最後、それで死んでもいい。最後にぶっ飛ばす力取っとくわ、俺。いや、マジでぶっ飛ばすよ。俺の孫に手出したら。今から40年以上先の出来事だろうけどさ。40年じゃねえか。30年後以上の話だけど。鍛えとくわ。 まずは子供作んなきゃいけない。38だからね。やべえよな、ちょっとな。38はやばい。42までには作んないと。38はやばい。ほんとに。いや、そこは46だけど、チンポでけえから精神も元気そうじゃん。俺、チンポちっちゃくねえしさ、でっかくねえしさ。怖えよ。チンポでかけれらなんか、精神も元気そうじゃねえ。 娘の結婚相手から言われたくない言葉ランキング。何も言わない。子供を授かりました。収入は少ないですけど。お嬢さんを僕にください。なんで別にいいじゃん。収入、って <coughs>、収入は少なくてもちゃんと働いてれば別に良くない娘の夫が浮気したらどうする殺すマジで <laughs>。いや、マジで本当に殺すと思う。ふざけんなよ。くっ飛ばす女やろつって。まあ、くっ飛ばされてんのか なんで子供が娘全体なんだよ息子だったら別に何でもいいけどさ、娘怖えじゃん。娘怖くない子供が整形したいって言い出したら整形認める。あーどうだろう。なんか、二重にしたい。まあ、でも俺パッチリ二重だから多分二重生まれてくるけど、二重にしたいとかだったら別にいいかな。何か異物を入れるってなったら、ちょっとやめときなっていう。骨削るとか。 鼻にプロテーゼ入れたいんだけどとか言い始めたら、ちょっとそれやめときなって言う。脱毛なんかどうでもいいわ。いや、骨削るのとかもさ、怖いじゃん。じゃあ息子が浮気したらどうするパパにもな。そういう時期があったから。うん、まいことやりなさいっていう。娘の夫が浮気したら殺す、マジで。確実に指の一へ2本や二本折り折る、バキッつ。何がってんだなんだこいつって言う。 娘が浮気してたらどうするお前さ、うん、まいことやんなさいよ、っていう。そりゃそうだろ、自分のお前、娘、息子にはそりゃそうだろ。甘いだろ、そんなもん息子が浮気されたらどうする <laughs> どうす、るお前何したっていう。どうし、なんで浮気されたっていう。ちょっと、ちょっと笑っちゃうかもしれない。なんで浮気されたのって。